次に7番坂口秀夫議員。はい、坂口議員。改めましておはようございます。新生クラブの坂口秀夫でございます。通告に従いまして4つの項目について一般質問をさせていただきます。方法につきましては一問一答方式でお願いを申し上げます。まず1番目として広告収入における自主財源の確保についてでございます。まあ、現在の松阪市ではですね、市のホームページに企業のバナー広告を有料で掲載をするなどいろいろ研究をされまして、広告掲載への取り組みをなされております。自主財源の確保に取り組まれておるところでございます。そこで職員が利用されておる職員用のパソコン2台ですね、その広告掲載を新たな財源として検討してみてはどうでしょうかということと、またまあそのパソコンですね、職員が事務に利用しているパソコンは何台ございますのか、お聞きをいたしたいと思います。はい、加藤経営企画部長。はい、坂口議員より広告収入における自主財源の確保ということで、ご提案の、職員が利用する職員用パソコンへの広告掲載と、こういったご提案でございます。まずこのような形で自主財源の確保の取り組みをしておる自治体がですね、全国でどれぐらいあるのかというふうなことで、ちょっと私どもも調査をさせていただきました。なかなかこういったテーマでこう集約をした資料というか、そういったものはございませんので、独自に調査をさせていただいたんですが、現在のところですね、全国の県とかあるいは市で、職員用パソコンへの広告表示を実施している自治体は16箇所を確認をしておるところでございます。でまたお尋ねの職員が事務に利用しているパソコンの台数でございます。これにつきましては本庁、各地域振興局、市民病院事務部も含めまして事務情報系として約1400台を使用しておるのが現状でございます。以上ご答弁させていただきます。佐藤議員、ありがとうございます。いろいろ調査していただきましてありがとうございます。申し上げますのはパソコンをですね、立ち上げた際に、広告が表示されるということで、今言われました、パソコンがですね、1400台庁内ネットワークパソコンの画面を広告媒体として新たな自主財源の確保と、地元企業などとしてのですね、地域経済の活性化にも役立てるため、市の財産等を広告媒体として有料広告を掲載することとして、市の職員さんがですね、パソコンを立ち上げた際に画面にこう民間企業などの広告を有料で表示することで、市の財源の確保の一助にしてみてはどうでしょうかということでございます。お考えをお聞きいたしたいと思います。加藤経営企画部長。今ご提案をいただきました、市の職員がパソコンを立ち上げたときに、画面にですね、民間企業などの広告を有料で表示すると、こういったご提案でございます。確かに先ほども申し上げましたようにですね、他の自治体でも導入をしているところでございます。ただですね、こういった情報用のパソコンの画面に、絶えずですね、こう頻繁にこう広告が表示をされるということにですね、職員が違和感を持たなくなった場合にどうなるのかというふうなことで、ちょっと懸念材料がございます。というのは昨今ですね、この不当な表示をさせるいわゆるマルウェアというものですが、これは利用者が意図しない動作をする不正なプログラムでございますけれども、こういったものが現在こう広く存在する現状でございます。こういったものがですね、万一作動した場合に、職員が知らず知らずのうちにですね、こういったものが作動したときにですね、適切な対応に失敗をするというリスクも、懸念材料として、あるものでございます。従いまして、ご提案の件につきましては、
新たな自主財源の確保策として、研究はしていく必要はあろうかと考えておりますが、一方でこういったリスクが存在することも含めまして、慎重な判断が必要であるのではないかなというふうに考えております。この自主財源の確保の取り組みにつきましては、財政基盤をより強固で、安定なものにしていくための重要な事項であるというふうに考えております。松阪市におきましては平成19年度からこの市の資産を広告媒体としまして、広告掲載事業の取り組みを開始をしてまいりました。広報松阪あるいは市のホームページなどで現在15の媒体でですね、企業の広告を掲載をしておるところでございます。なおホームページの広告収入につきましては近年やや減少傾向にありましたことから、より安定的な収入を確保するため平成27年度から一括して広告を取り扱う、代理店方式というものを採用するなど、改善も図ってきておるところでございます。今後もご提案の件も含めましてですね、先進的な自治体等の事例研究を行いながら広告収入の確保と拡大に向けた取り組みを進めていきたいと、このように考えているところでございます。以上でございます。はい、坂口議員。ありがとうございます。今申されましたようにパソコンにですね、不当な広告を表示させるマルウェアが広く存在するという現状でございますけれども、言いますのは広告掲載はですね、例えばパソコンを新聞紙上に置き換えますと、新聞の一面を見取って次のページをめくって、その時に全体に広告があったりします。その広告を見たければ見とったらいいんですけども、見たくなければ次めくったらですね、いいと、そういうことで職員が仮想を立ち上げたときにその広告のみが表示される仕組みということで、閉じたら閉じたでもう表示は消えると、そんなことで、ホームページのバナー広告によりこうっていうの画面が出てきて次々とこう奥や奥やこう貼って見られるというものではなく、そのもののみの掲載を見られるだけのものでということで、掲載内容の審査等はいりますけれども、表示だけであればリスクがないとは言えませんけれども、リスクの増大は考えにくいのではないかなという思いもいたします。職員の皆さんはですね、毎朝必ず広告を前にすることになりますし、事業者にとっても何らかのメリットがあるのではないかと思います。調査された結果、16の自治体で広告表示を実施しておると、財源の確保に取り組まれているということでございますので、市の財源確保の一つの取り組みとして検討されまして、言われましたように広告収入確保の拡大にさらに努力をお願いいたしたいと思います。それでは次に2項目目のことでお願い申し上げたいと思います。市道等の損傷に対する通報とその後の対応策についてお伺いをいたします。現在市道等で発生している陥没穴ぼこですが、ひび割れと舗装のめくれ、ガードレールの損傷、カーブミラーの破損、傾き、標識の傾きなど市道での不具合については、維持管理課においてですね、対応なされていみえると思います。大変ご苦労様でございます。そこでお聞きをいたしますが、現在のパトロールの状況と何名の職員の方がどのように対応されてみえるのか、また市民の方からの通報等ですね、自治会からの通報、またの職員からの通報等があると思いますが、昨年27年度においてそれぞれどのような形での通報件数があって、年間何件ほどあったのか、パトロールの通報に対してどのように対応なされてきたのか、まずお聞きをいたしたいと思います。はい、長崎都市整備部長。パトロールの状況通報に対しての対応はどうかというご質問でございますが、市道等の損傷につきましては、主なものといたしまして、道路の陥没、舗装の亀裂、道路側溝の蓋の損傷、街路樹の倒木、カーブミラーの損傷などがございます。道路パトロールの状況といたしましては、毎年8月の道路ふれあい月間の時期に、職員が半体制で点検を行っております。昨年の道路パトロールでは8月の1日から8月の20日の間に、本庁各振興局におきまして職員26名を13班に分けて、松阪市全域の道路パトロールを実施しております。主に道路の穴ぼこなど147箇所の補修を行いました。今年も8月に、パトロールを行う予定でございます。また、
年次計画を立てて行っておりますカーブミラーの点検につきましては平成27年度に1529基点検を実施しておりまして13基修繕を行いました。また道路照明灯につきましては業者に点検を委託しておりまして121基点検を行い修繕の必要はないという結果でございました。また通報につきましては市民の方や自治会からの通報また職員からの通報や警察など関係機関からの通報がありまして損傷の規模の大小もございますが緊急に処理が必要なものが1週間に2件程度ございます。市道の損傷の通報をいただいた場合は時間外休日も含め維持管理課の職員が現地の方へ出向きまして現場を確認して危険のないよう応急処置をいたします。例えば道路に穴ぼこがある場合は常温合材の方で現場を応急的に処理をいたしまして状況に応じて全体的に舗装の修繕工事が必要と判断した場合は工事業者に発注をしております。また損傷があった箇所周辺についても支障がないかという確認を同時に行っている状況でございます。以上でございます。はい、佐久内議員。ありがとうございます。パトロールや通報によりまして多くの損傷箇所が修理に取り組まれておるわけでございますけれども、パトロールにつきましては道路フレア月間のみというようなことでございます。あとは通報での情報ということでございまして広範囲に通報をですねしていただくためのも呼びかけについては何か具体的に何かなされておりますでしょうか。はい、長作都市整備部長。広範囲にの広範囲での通報の取り組みということでございますけれども実は平成10年の4月1日に松阪市内の各郵便局とですね道路の損傷等についての情報提供に関する覚書というのを交わしております。また平成19年の10月の1日に民営化に伴いまして日本郵政株式会社に協定等の継承が行われ郵便局の職員の方がですね集配業務の途中で道路の損傷を発見された場合には松阪市の方へ通報していただくようにお願いをしております。また8月は道路のふれあい月間といたしまして道路を常に美しく安全に利用していただくため標語を定めまして道路の愛護活動を特に推進することとしております。広報や行政チャンネルにて文字放送などを実施いたしまして道路の損傷など情報などの情報提供につきましても広く市民にお願いをしていきたいと考えております。以上でございます。はい、最後次ありがとうございます。いろんな形でですね、呼びかけをしていただいておるわけでございますけども、市民の方に、聞いた話でございますけども、その方は通勤で利用されている市道でございますけども、自分が発見してから、修理をされておるのを確認するまで1週間程度かかっておったようでございます。その方も市へ連絡すればすぐに治ったかなという思いもいたしますけれども現状このような日数がかかっておるところもございます。すべて維持管理課のですね職員さんだけではやっぱり限りがありますし都市整備部の職員さんだけでも限りがあると思います。より多くの方のですね目を活用というかお願いさせてしていただいてですね全職員が対象に拡大をしていただいて監視役というような形でですね不具合を見つけたら職員がですね最近便利なスマートフォン等でですね撮影して担当課に通報していただく取り組みをですね検討してみてはどうでしょうかと思うところでございます。写真でしたらですね破損の大きさや状況が一目で分かるため緊急性の判断もしやすく迅速に対応ができるのではないかと思いますが何か考え方がございましたらお願い申し上げたいと思います。はい、長作都市整備部長。職員の方々に対しましては現在もですね、そういう道路の損傷の情報提供を呼びかけておりまして、実際に通報も何件かございます。また今後も職員がですね、現場等へ出向いたときや通勤途中などで、そういう損傷の箇所を発見した場合はすぐに維持管理課の方へ通報するように
再度全庁的に周知をしていきたいと考えております。道路の点検につきましては松阪市全体の市道の延長が約1880キロありまして、常時すべての点検を行うことは非常に難しくて、またグレーチングの盗難とか落下物など予期できない場合もあり、実情としましては大変苦慮しているところでございます。道路の損傷がですねあれば人身や物損事故など、大きな事故にもつながります。道路を利用する方が安全に通行できるように、道路点検パトロールを強化いたしまして、坂口議員ご提案の方法も含めてですね、どのような通報方式がいいのか検討しながら道路管理者として少しでも事故が防げるように取り組んでまいりたいと考えております。以上です。坂口議員。ありがとうございます。職員の皆さん全体でですね、市の公共施設を見守っていくということは、市民の財産を守ってですね、維持管理をしていく上で重要なことであると思います。先決処分でですね、懲戒処分の報告で、道路過失による損害賠償がございますけれども、それらも減ることになればしないのかと思いますので、取り組みについてご検討していただきたいと思います。このことはですね、指導ではだけではないと思いますので、担当し、課、自分のですね、部署の課の施設もございますので、市の公共施設全体についてもですね、そう市民の財産を守っていくという観点に立っていただいて、取り組んでいただければということで、お願い申し上げたいと思います。次に3番目の項目をお願い申し上げたいと思います。認知症対策についてお伺いをいたします。昨年の2月の定例会で健康審査における認知症検査ということで取り組みについてお聞きをいたしております。その時の答弁によりますと、27年度からについては従来の方法を改めまして、年齢要件を念頭に自宅訪問とかチェックリスト等の活用といったような形で、個々の高齢者へのアプローチによります効果的な方法を検討していく必要があるのかなというふうに考えていると、そして相談業務とか地域情報などの重要な手法により進めていきたいと述べられておりましたので、その取り組まれた現状と効果はどうであったのか、また従来の方法を改めたということでございますが、従来の方法においてどこに不都合があったのか、まずお聞きをいたしたいと思います。はい、三宅健康保険部長。認知症検査として、取り組んだ現状と効果ということと、従来の方法ではどこに不具合があったかというご質問でございます。まず従来の手法のどこに、不都合があったかという点につきまして、先にご答弁をさせていただきたいと思います。松阪市では認知機能や運動機能などのさまざまな機能低下のリスクがある方を早期に発見し、介護予防教室への参加につなげようと、平成23年度から65歳以上の要介護等の認定を持っていない高齢者の方に対しまして、元気はつらつチェックシートを送付する方法を行ってまいりました。このチェックシートは、日常生活に必要な機能が低下していないかを確認するためのもので、生活機能や運動機能、認知症状などに関する質問に答えていただきまして、その内容をチェックするものでございまして、国が定めたものを少しアレンジいたしまして作成したものでございます。まず元気はつらつチェックシートを送付いたしまして、その回答を返送いただいた中で一定のリスクが見つかった方は、医療機関にて介護予防検査を受けていただきまして、その結果を踏まえて介護予防教室への参加を呼びかけるというものでございます。従来のこの方法はチェックシートの送付から実際の介護予防教室の参加までに、どうしても多くの時間が、かかってしまうということや、またリスクがあると判定された介護予防教室への参加を、促してもですね、リスクは病気そのものではないというような認識がございまして、なかなか教室の参加につながらないというマイナス面がございました。このような方法では思うように予防効果が得られにくいということから、国の実施要項が改正されまして、高齢者の方に一斉にチェックリストを送付したり介護予防検査を行ったりすることは平成26年度末をもって廃止することになったものでございます。このため平成27年度からは
例えば近くに介護予防教室などがあれば利用したいというなどの相談が窓口にあったときに基本チェックリストを行って、その結果でもって直ちに介護予防教室が利用できるよう時間の大幅な短縮を図るような方法に改めて介護予防の効果が高まるようにさせていただいたところでございます。そして次に認証対策におけます早期発見や対応としての取り組んできた状況というものについてご説明をさせていただきたいと思います。まず従来から取り組んでおります内容でございますが、主な取り組みをご説明いたします。はじめに脳の健康チェックでございますが、タッチパネル式認証スクリーニング機器というのを使いまして15項目の質問に答えていただくもので1人5分程度でできる内容というものでございます。これは市民の方が気軽にご自身の今の脳の健康状態、すなわち認知機能をですね、確認いただくもので、チェック終了後に市や地域包括支援センターの担当からご本人にその結果を説明した後に、場合によっては介護予防教室でお誘いしたり医療機関などをご紹介したり、そのような案内をさせていただいております。健康フェスティバルの健康イベント会場で特設コーナーを設けたり、また市内に5つある地域包括支援センターが地域の宅老所サロン介護予防教室などで行っております。また市の広報にも掲載しておりますが物忘れ相談会を実施しておりまして、これは専門医のご協力を得まして物忘れ等の認知症状について不安を抱える高齢者の方やそのご家族に対して認知症の早期発見早期受診につなげることができるように毎月実施をさせていただいているものでございます。その中には、本人が病院受診を拒否するというような悩んでみるご家族も見ますので家族だけのご相談も受け付けておるところでございます。そして最後に取り組みによる効果はどうであったかということでございます。高齢者に対するチェックシートの一斉送付や介護予防検査の実施をやめるなど手法の見直しを行ってきたわけでございますが、前年度にチェックシートを提出されなかった方というのがたくさんお見えになりまして、いわゆる回収できなかった方などの状況確認に力を注いでいくということで地域包括支援センターに委託をいたしまして27年度は860件の個別訪問による実態調査をさせていただきました。その結果中には介護申請や介護予防教室への参加など何らかの支援が必要な方がお見えになりましたので89件の支援をさせていただいたところでございます。また少し機能低下が見られる高齢者の方を含め地域の高齢者の皆様にさまざまな介護予防教室の場を提供してまいりましたが、特に一般介護予防教室にということで27年度は、700回を超える教室を開催をいたしまして1万1000人の参加を得ております。また先ほども申し上げましたとおりこれらの教室の中で何度かタッチパネル式の認知症スクリーニング機器によります脳の健康チェックをさせていただいたところでございます。以上でございます。はい、佐久間議員ありがとうございます。手法の見直しなどですね取り組まれて効果も出ておるようでございますけれども、部長さんの政策宣言ではですね認知症を正しく理解し本人や家族への支援ができる体制づくりを推進するため認知症の早期発見と予防事業を地域で展開しますと述べられているところでございます。認知症の疑いのある人を早期に発見し治療につなげていくためにも認知機能の低下の有無を調べる認知症検診は重要であるのではないかと思います。2013年調査のですね、厚生労働省の推計では70歳から74歳の認知症発症率は 4.1% ですが75歳から79歳では 13.6% の上昇をしているとのことでございます。認知症を発症する前の段階で発見して早期治療につなげていくことが必要であると思います。また先日の記者会見においてですね、C がん無料検診を行う年齢を50歳男女には胃がん、40歳男女には肺がん、大腸がん、40歳女性には子宮頸がんを医療機関等において無料で検診を受けられるようにされました。そこで認知症の早期発見や状況に応じた適切な治療を受けられるためにも70歳または75歳の方に対してですね、検診を受けていただくような手立てを検討していただいたらどうかと思いますがいかがでしょうか。
三宅健康保険部長。先ほど答弁させていただいたさまざまな取り組みを行う中で、やはり坂口議員もご指摘されました通りに、特に介護や医療のニーズが高まる少し手前の年齢層として、70歳または75歳の方へのアプローチを行っていくということが重要であると改めて認識をしておるところでございます。そこで、検診という形ではありませんが、これまではチェックリストが回収できなかった方などへの訪問調査ということであったものを、もっと年齢層を絞りまして、今年度は75歳になられる方の中で要介護や要支援の認定を持っていない方、また昨年度に健康審査を受けていない方などをターゲットにいたしまして、地域包括支援センターへ委託によります個別訪問での実態調査をスタートさせていただいたところでございます。なお、この実態調査では健康状態や家庭状況をお聞きするとともに、基本チェックリストの実施によりまして、認知機能や運動機能低下なども確認をさせていただき、必要な支援につなげていくよう取り組んでいるところでございます。以上でございます。はい、坂口議員。ありがとうございます。75歳になられる方を対象にですね、個別訪問によって実態調査を進められるということでございます。高齢化の進展に伴い、認知症対策は喫緊の重点課題でございます。認知症の早期発見、早期治療は元気なお年寄りを増やすとともに、市の介護保険料や医療費の抑制にもつながるのではないかと思います。認知症は本人が自覚していない状況で発症しているケースもあることから、重要な取り組みであると思いますので、引き続き努力していただきたいと思います。次に4項目目のことでお願い申し上げたいと思います。子育て世代支援のための医療費無料化についてお伺いをいたします。現在の子ども医療費無料化の制度は、所得制限はございますが、助成制度として乳幼児から中学生まで無料化となっております。平成27年度から平成31年度の5年間を一期とする松阪市子ども子育て支援事業計画に基づき、妊娠・出産期から学童期に至るまでの家庭に対して切れ目のない支援を松阪市全体で支援していきますとなっております。また不妊治療費の助成も拡大され、市長さんの言われる子育て一番宣言として、不妊治療費と乳幼児から中学生までの医療費について助成制度ができることになります。そして妊婦の方については一般健康診査8項目にわたる妊婦健診での検査についても助成を受けられることになっております。これらの助成制度についての変遷と、これまで取り組まれた経過についてお伺いをいたします。以上。はい、三宅健康保険部長。健康保険部からは、特定、不妊治療、そして妊婦健診の変遷についてということでご説明を申し上げたいと思います。はじめに、松阪市特定不妊治療費の助成についてということでありますが、松阪市では平成18年度より、特定不妊治療費の助成を開始しており、前年の夫婦合算所得が300万円未満の夫婦に対して上限10万円を年度1回通算5年間助成しました。平成22年度には所得制限を300万円から730万円未満に緩和し実施しています。平成26年度新規申請の方からは、39歳以下は年間制限はなく通算6回まで、40歳以上は初年度3回まで、2年目2回目までに大きく拡大実施した上に、男性不妊治療費並びに2人目以降の特定不妊治療費に対する助成を開始いたしました。平成28年度新規申請からは、40歳以上43歳未満は通算3回まで、43歳以上は助成対象外となりました。今回の6月補正におきまして、助成回数を現行の対象回数に2回追加をいたしました。妻の年齢が40歳未満の場合は6回を8回に、妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は3回を5回まで、助成金額は自己負担額の2分の1上限10万円までとし、市独自の特定不妊治療費の助成制度の創設となります。続きまして、松阪市妊婦健康審査の費用助成でございますが、
妊婦一般健康審査の助成につきましては、平成20年度より従来の2回から5回へ助成回数を拡充し、平成21年度よりさらに5回から14回へ拡充するものとし、里帰り等で県外の医療機関で受診した場合も、召喚払いによりまして、妊婦一般健康審査費用の助成を実施しているところでございます。従来から行われております超音波検査に加えまして、平成22年度からは初期血液検査、子宮頸がん検査、血糖検査、B 群溶血性連鎖球菌検査を追加、平成23年1月1日より、ヒト T 細胞白血病ウイルス1型抗体検査が、そして23年4月1日より、クラミジア検査が追加され、助成回数の拡大と検査内容の充実を図ってまいりました。以上でございます。その部、福祉部長。それでは私からは、福祉部で、所管しております子ども医療費助成制度の、受給資格につきましての、取り組み、また経過について、ご答弁をさせていただきます。この制度は、昭和48年、10月1日から、対象年齢を満2歳未満までとし、名称は、乳幼児医療費助成事業として、開始をしてきました。その後、段階的にですね、年齢要件の引き上げを行ってまいったところでございます。最近のですね、状況をご説明申し上げますと、平成21年8月31日までは、未就学児童のみのが、対象でございましたが、平成21年9月1日からは、小学校3年生までに引き上げ、名称も子ども医療費助成制度に変更をいたしました。その後も平成22年4月1日からは、小学校4年生までに引き上げ、1年後の平成23年4月1日からは、小学校5年生までに、またその1年後の平成24年4月1日からは、中学校3年生までに年齢を引き上げてきたところでございます。また子ども医療費助成制度につきましては、保護者等の所得制限がございます。受給資格の要件となる保護者等の所得制限額におきましても、例えばですが、扶養親族がいない場合で申し上げますと、平成24年8月31日までは532万円未満でございましたが、平成24年9月1日からは、所得制限額を622万円未満に引き上げ、受給者の拡大を図ってまいったところでございます。このようにですね、子ども医療費につきましては、受給資格の対象要件を段階的に広げ、保護者等への負担軽減に努めてまいったところでございます。以上、ご答弁とさせていただきます。佐藤議員。ありがとうございます。子育て支援に取り組まれてはあるわけでございますけれども、中でも妊産部の方への出産にかかる費用とは別に、内科や歯科、眼科といった保険診療分について、妊産婦の方の健康保持のためにも助成制度を検討していただければと思います。10ヶ月間ですね、お母さんも命かけでございます。生まれてくるお子さんも命かけでございます。妊産婦の方に慢性的な病気があるかも分かりません。子どもさんが授かって病気が悪化することもあるかも分かりません。その時に医療費の助成制度があれば、妊婦一般健康審査8項目にわたる健康審査での健康検査結果が悪い場合においても医療機関にかかりやすいし、早期治療にもなり、母子の健康管理、体調管理にもなるのではないでしょうか。このことにより、子育て世代の支援として、不妊治療費、妊産婦の医療費、子ども医療費助成制度での乳幼児から中学生となり、そのことにより、出産や育児に経済的な負担を少しでも和らげることになります。市民の方のためにも、子どもさんを産み育てるのに優しい町になるのではないかと思いますので、検討をしてみてはどうでしょうか。園部福祉部長。はい、妊産婦の出産にかかる費用とは別の、医療費、いわゆる一般的なその内科、歯科、眼科などのですね、に対しまして、医療費無料化ということでございますけれども、今、三重県下におきましては、医師、これは津市が実施をされております。
まあ、その内容をご紹介させていただきますと、その合併以前からすでにですね、制度化がされておりまして、妊娠5ヶ月以上の妊産婦で、出産した月の翌月の末日までが対象となり、所得制限ありの一部自己負担、これは月1500円というところが必要となっております。また平成26年度の実績を聞かせていただいたところですね、年間の助成件数が約8150件、月平均にしますと744件となります。助成額は約4360万円となっております。このような状況を踏まえまして、妊産婦に対する医療費の無料化はですね、現在、県が、行っております、福祉医療費助成制度の、補助対象事業では、なくですね、市独自の、単独の事業となることから、すでに実施しております、他の、県の状況もですね、聞きながらですね、調査研究をしてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。坂口議員。ありがとうございます。津市においてはですね、妊娠5ヶ月以上の妊産婦となっているようでございますが、その取り組みをですね、母子手帳の交付時から出産した月の翌月の末日までの助成制度ができれば、不妊治療からですね、妊産婦、乳幼児から中学生までの一貫した取り組みになり、切れ目のない支援が確立されることになります。市長さんのおっしゃられます子育て一番宣言としての取り組みになり、助成制度になります。人口が減少していく中で、松阪市に住んでよかった、松阪市に住みたいと思っていただけるためにも前向きの検討をお願いいたしたいと思います。財源等ですね、制度的に克服しなければならないことがあるようでございますけれども、市長さんの考え方、思いがございましたらお願い申し上げたいと思います。よいしょ。はい、ありがとうございます。議員も今ご指摘いただきましたとおりですね、私 の公約の一番は何と申しましても、子育て一番宣言というふうなところでございます。ざっとですね、今の出産にかかる費用というふうなところを申し上げますと、出産費用の平均はですね、今、約50万円というふうに言われております。それに対しまして、市の一般会計とか、それから保険料からですね、42万円が一時金として直接病院等ですね、要するに産む機関へ支払われるというふうな制度になっております。その中で先ほど部長も紹介しましたけれども、県下では津市がですね、それに至るまでの妊婦さんの妊産婦へのですね、医療助成というふうなことを制度を作っております。で全国的に言いますとですね、少ないながらも、他の都市でも、これはいわゆるすべての症例ではなくて、限っているんですが、例えば、妊娠高血圧症候群、それから糖尿病、産科出血、それから切迫早産などのこの治療についてですね、全額補助しているというふうな事例もございます。またですね、他市では出産祝い金というふうな形の制度を作っているところもございます。10万円から数十万円まで、祝い金として出している自治体というのがございます。実は私もですね、私自身も、一度公約でですね、この出産祝い金というのを入れたことがございましたけれども、昨年の私選挙にで時にはですね、公約としては入れてございません。それはですね、多くのお母さん方からですね、特に若いお母さんから一時的な支援ではなくて、継続した支援を望む声が非常に多かったというふうなことで、ですので今回私が思いましたのはやはり、松山版ネウブラと称しまして、切れ目のないですね、支援策を行っていきたいと、そういうふうな思いから今、実施に向けてですね、これは、一昨日も答弁をさせていただきましたけれども、例えば、保健師さんの数を増やしていくというふうな、増員であるとか、そういったところで鋭意努力をしているところでございます。またですね、これも皆様方ご指摘もいただきましたが、5000人アンケートの中でもですね、
妊娠出産に向けて一番、向けてですね、今の、お母さん方が望むことということで、一番はですね、急な病気や怪我の時に受診ができる医療体制があるというのが一番の希望でございました。まあ、そんな中で今回の議員のご提案をいただいたところでございます。で、実を言いますと、今ですね、健康福祉部は福祉部や健康保険部にですね、まあ、来年度の予算に向けまして、まあ、ある程度の予算を用意するので、具体的かつ効果的な子育て支援策をですね、考えるようにということで指示をしているところでございます。限られた人材と予算の中で、まあ、どこへですね、要するに集中的に投資をしていくべきかと、これからさらに議論を行いまして、議員のご指摘も参考にしながらですね、実りのある子育て支援策を構築していきたいと考えております。今後もですね、ご理解ご協力をいただきますようによろしくお願い申し上げます。佐藤議員、ありがとうございます。まあ、いろいろとですね、まあ、広告しなければならない問題もありますけれども、やはりやっぱり松坂市民のということを踏まえましてですね、市長さんの公約にもございます子育て一番宣言がですね、本当にこう充実した内容になりますようですね、皆さんでご検討いただいてですね、本当に進んでよかったというような松坂市になりますようですね、ご検討いただいて、この実りあるような形にしていただければということでお願い申し上げまして、一般質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。